お世話になっております。マサルです。今回は CRL と OCSP について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず CRL について学習します。その後、デジタル証明書の執行状態の調べ方について勉強していきましょう。それでは始めます。これまでデジタル証明書について勉強してきました。デジタル証明書の中には、公開鍵の情報があり、その公開鍵の正当性を表すための様々な情報が含まれています。SSL サーバー証明書としてデジタル証明書を利用する場合は、利用期間が2023年現在では約1年とされています。その利用期間が過ぎてしまうと、デジタル証明書の効力はなくなってしまいます。しかし、サーバーの秘密鍵の情報が流出してしまった場合など、有効期間内であってもデジタル証明書を失効させたい場合があります。そこで利用するのが CRL です。証明書失効リストのことを CRL と言います。CRL に失効情報を掲載することで、有効期限内のデジタル証明書を失効扱いにすることができます。試しに google.co.jp のデジタル証明書に記載されている CRL 配布ポイントを見てください。ここに URL が記載されています。ここにアクセスすると、このような証明書失効リスト、いわゆる CRL を確認することができます。この CRL はデジタル証明書と同じく X.509 で規定されています。さらに、この失効リストのタブをクリックすると、このように失効している証明書のシリアル番号が管理されています。デジタル証明書を検証するときに CRL も確認することで、デジタル証明書が失効していないかどうかを確認することができます。ここではデジタル証明書の失効状態の調べ方についてお伝えします。結論からお伝えすると、失効状態を調べる方法は、1、CRL をダウンロードする方法、2、OCSP を利用する方法、3、OCSP ステープリングを利用する方法があります。一つずつ見ていきましょう。1の CRL をダウンロードする方法は、先ほどお伝えした方法です。CRL をダウンロードして、証明書の失効状態を確認することができます。しかし、通信ごとに毎回 CRL をダウンロードすることは現実的にできないので、一定のタイミングで CRL をダウンロードすることになります。タイミングによっては、最新の失効情報を確認することができず、本来失効している証明書に気がつけない可能性があります。そこで次の OCSP を利用して確認する方法があります。OCSP はオンラインサーティフィケートステータスプロトコルの略です。OCSP を利用すればリアルタイムに CRL の失効情報を調べることができます。失効情報を提供している OCSP のサーバーは認証局が運用しており、OCSP レスポンダーと呼ばれることもあります。OCSP レスポンダーに関する情報はデジタル証明書の拡張領域に記載されています。OCSP クライアントは OCSP レスポンダーと通信を行い、CRL に記載されている情報を自動で取得して調べることができます。しかし OCSP レスポンダはサーバーなので、レスポンスがどうしても遅くなってしまう可能性があります。OCSP での CRL の確認ができずに通信が遅くなってしまい、ユーザーの利便性が下がってしまうのは問題です。そこでその問題を解決するための技術として、OCSP ステープリングという技術があります。OCSP ステープリングはデジタル証明書を公開するサーバーが事前に OCSP クライアントとして OCSP レスポンダから情報を取得しておき、デジタル証明書と一緒に OCSP の情報も送って失効状態を確認する方法です。サーバーがデジタル証明書を渡すときに OCSP で得られた情報も一緒に渡すことで、クライアントは OCSP レスポンダと通信する必要がなくなります。その結果、スムーズにデジタル証明書の失効状態を確認することができるようになります。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは参加者さん同士で交流することもできます。横のつながりを作りたい方におすすめのコミュニティです。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティにも遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は CRL と OCSP について勉強しました。今回扱った CRL の情報は簡単に見ることができるので、ぜひ皆さんも一度自分でダウンロードしてみてくださいね。ちなみに CRL に載っている執行情報は、デジタル証明書としては有効期間内だけど執行させたいデジタル証明書の情報です。一度 CRL に掲載された執行情報は、そのデジタル証明書の有効期間が過ぎれば CRL からも削除されます。有効期間が過ぎた後は CRL に関わらず執行状態になりますからね。このような仕組みになっているので、 CRL のリストが執行情報で溢れてしまうということはありません。それでは今回で認証の話はおしまいです。これからもまだまだ動画は続きます。一緒にセキュリティの勉強をしていきましょうね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。